はい、ルーデンです。ってことで今回もモンハンナウやっていきたいと思います。ちょっと待って、な、気づいてんねんけど 3DS だる。今回はモンハン 4G ではないですよ、ナウです。10月何日やったっけ、9日やね。9日ということでリオレイヤー州が来てるらしいんでね、ちょっと家の周り全然湧いてないんで自転車で結構遠くまで行きたいと思います。その場で録画するかもしれんし、ペイントボールで持って帰るかもしれないんで、はい、次はねゲームの画面に当てると思います。まあ装備紹介かな。雨雲近づいてるってアプリ行きたいんやけど、たる。はい、ってことで装備紹介ですね。まあ、今回はレイヤー亜種の紹介でもあるんですけども、雷武器の雷弓の装備の紹介でもあるんで、そちらやっていきたいと思います。使っていく武器、まあ、雷の弓1個しかないんで、これしかないんですけど、まあ、パルサー棒やね。これ飛びかがちの武器なんやけどね、これさ見て、もう電極心、これ飛びかがちイベントもあったんやけど全然出へん、これ1個しかない。飛びかがちやまあね、まあ、このグレート5の5かな、これ。うん。5の5十分強いんでね、攻撃力443、属性元々が227ってなってるんですけども、さらにこれね、装備見てください、これ。雷属性攻撃強化レベル2、回避距離アップレベル2、集中レベル2、今、まあ、こっからいらんけど、体力増強レベル1の、排水防御かな、節水か排水か分かれんけど、あ、まあまあこの二つはいりません。着てる装備がこちらですね。頭からプケプケヘルム、胸がプケプケメイルで、腕がカガチアームで、腰がカガチコイルで、足がジュラグリーブですね。はい、だいたいテンプレ。まあ、雷の武器担いでる人、だいたいがこの装備になってると思うんですけども、まあ腕はね自由かな、これ回距離アップ、うん、もう快適のために入れてますね、これ。他なんかあるかな。ちょっとね、一応レイヤー倒したんで、そう、これ戦ったけどね、マジ1体しか見つけられんかった。3時間ぐらい外通ったんやけど、うーん、親と打ちっぱなしにも行ったんやけど、それでもね1体しか見つからんかったね。一応ね紹介していきたいと思います。これ頭から順番に、リオハートヘルム、SP スキル、威力アーツプで、グレード6に上げたら風圧耐性がつきますね。胸がリオハートメイル、竜属性攻撃強化レベル1と集中が、まあ、グレード6にしたら出てきますね。これさ、竜属性攻撃、ね、これ竜属性今あるの弓だけなんよね。今回追加された武器の中で弓だけが唯一竜属性だよね。それ以外は毒とかやったり、そもそもない武器とかありますね。武器すらない武器種。うん。で、腕がリオハートアーム、風圧耐性2の、グレード6にしたら見切りが1個ついてくる感じ。で、腰がリオハートコイルで、見切りレベル1。これあるかな？上げたら2になるんかな？あ、6にしたらいきなりよね。で、足がリオハートグリーブ、SP スキルレ、威力アツプレベル2。で、6に上げたら竜属性攻撃強化が1個ついてくるみたいな感じですね。で、言ってたやつね、この竜属性、唯一竜属性の武器、弓のローゼスアロー、こちらがいきなり攻撃力370で属性が181ありますね。竜属性効くやつ大体雷も効いたりするからあれなんですけども、まあ、これ拡散矢で飛んでいくからね、これレベル4にしたら。もう小屋から、まあ、遠距離で安全圏で雷の貫通のね音、もう ASMR いうのあれね、いい音聞かせて戦いたいっていう方は、まあ、今回紹介したパルサー棒で戦ってもよしやし、目の前でガンガン火力ばっかり気にするって方やったら、この武器ね、めちゃめちゃ期間限定ですけど作って、拡散矢でブチボコバチボコにやっちゃうのもありかもしれないですね。他の武器種の紹介は止めときます。はい、ってことで今回もね、後付け実況の方やっていきたいと思います。まあ、一発目がですね、まあ、もう探しに探しまくってようやく見つけた一体ですね、このリオレイヤーアッシュくん、まあ、ちゃんかな、はい、行きたいと思います。まあ、一応メスなんでね。で、まあ、この子も普通の原種のレイヤーと一緒で雷属性に弱いですね。で、動きはねそんなに変われへんのよね、一緒。まあ、ダメージがどうなってるかどうかはちょっとわかんないんですけども、
で、ここで、まあ、ちょっと叫んだからね、チャンスだったんで、竜の一夜打たせていただいて、ちょっとね、遅延あったよね。壊れるのもちょっと遅延あって、で、これ何もなしにもう終わっちゃうんかなってね、思ってたんですけども、ここで、レイヤー足特有のこの横向きサマーソルトキック、キックではないか、なんかやってきましたね。いつものやつ。はい、ってことでね、2体目はレウス君ですね。もうこれ以降ね、レイヤー足出てきません。マジでね、全然見つかれへんかったから。で、まあ1体だけやったらね、悲しかったんで、もうね、こいつら夫婦もう共にもう全てもう貫通やで、もう串刺しにしてやりたいと思います。まあ、言うてこの子も叫ぶとき結構チャンスなんでね、竜の一夜やるんですけども、ほんまはね、これなんて言うんかな、バックステップジャンピングブレス、まあ、よくわかんないんですけども、そんな感じのね、やってきた時が一番ね、いい感じに刺さるんで、その時がおすすめですよ。もう倒せそうやね。やばい、言うことない。おお破壊したね。で、破壊して一撃ナイス。初めて激鱗も出た。はーい、ってことで今回ラストはですね、2周目の緊急クエストでね、レイヤーくん原種ですね、戦っていきたいと思います。もうこの子も雷のね、この弓でボコボコに仕上げたいと思います。見てこの火力。弱点の頭から外れた後も185とか入ってるからね、やばい、これほんまに適当に打ってるだけで、ほらもうこれ見て、もうずっと3桁出てる。これね、叫ぶ手前でもちょこんと打ってあげたら、もうそれはすごい火力になるから。でもこれ気持ちいいね、貫通の。あー、でここでね、ちょっと下手くそ出てしまいましたね。あ、でも大きい役アホみたいにあるんで、毎日ね、ちょっと昨日なんかさ、初めてやらかしたんやけど、大きい役ゲットせずに寝ちゃったんよね。マジ1日で5個も使えへん。はい、結構体力減らしてきたけど、ね、ここも赤色になったんで竜の一夜打つんですけど、これ見て、やばくない。これサムネにもなってると思うけど。マジもう狂ってます、これほんま。